どうもこんにちは、ゴロクです。ということで、今山手線一周歩き終わって、でその後、千円ゴロクの撮影を一本終わらせてきたゴロクです。辛いです。足も痛いです。全身痛いです。肌が擦れてもうそこが痛いのでオロナインを塗りたいぐらいです。ということでね、今日はね100キロじゃねえ、山手線一周分歩き終わったゴロクの1日を見ていこうと思います。はい、頑張ります今なんとか普通に歩いてはいるんですけど、ガタガタです。もう歩くたびにあの土踏まずのところもまで痛いんですよ。こんなに歩きにくいのは初めてです。とにかくこの状態で家まで帰らなきゃいけないのが拷問です。頑張ります。普段だったらああやって俺も走り回ってんのにな。走り回りたいな。電車があとちょっとで行っちゃうな。あ、ちょっと走ろうかなって、やりたいな。いいな。でも東京って別に今電車が行っても3分後とか6分後にはもう電車が来るんですよ。焦る理由が一個もないんですね。まあ便利なこと東京。ただいま9時戻ってきた。クーラー聞いてよ、クーラー聞いて。山手線歩かされたの。いや、俺が歩くって言ったんだけど。とにもかくにも風呂入らせてください。今回は足の皮は、まあ、そんなむける程度のほどではなかったですが、だいぶ痛いですね。まあ、でもね、あの足裏の痛みって100キロ歩いた時もそうなんですけど、1日で取れるんですよ。それは大丈夫なんですよ。だからね、まあ、そんなに心配することはないんですけど、ただ本当に痛い、本当に痛いんで、もうちょっと今からしっかり洗ってきます。はい、終わりました。ということで、もう疲れた。あの、疲れてはいるんですけど、結構動けはするんですよね。動こうと思えば動けるんですよね。だからこの山手線一周で分かったことは、体力はあっても、足が痛すぎるとか、そっちのことでもうなんか、あの、なんか奪われてる気がする。その行動力が。歩きづらいっていうストレス。そして歩くたびに、ズキンズキンと痛む。これがもうストレスで仕方がないということで、とにかく今から足の痛みがちょっとばかし取れるまで、このベッドの上で休憩したいと思います。お供はもちろんこいつ。ゼロサイダートリプルビタミンだ。しみる。ちょっと休憩どころの話じゃないっす。もう眠すぎる。絶対寝た方がいい。じゃあ予定だと台本書く予定だったんですよ。絶対無理、絶対無理、絶対無理だよ。うん、寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ということで、現在時刻はこちら、はい、16時2分ですね。はい、16時2分でございます。寝たのがあれは9時か10時ぐらい、それぐらいだったと思うんですけど、うん、まあ寝ましたね。はい、どうしよう。これはね、夜も寝れますね。今寝たからといって夜目がバッチリ裂いちゃったとかないですね。まだ体は疲れております。とりあえず編集するか。現在0時半ということで、今の今までずっと編集してました。もうここめっちゃ目立つ、この2球。最悪、もう、山手線歩いたもん、もうこのストレスでこうなっちゃったじゃん。じゃあ、とりあえず、何にも食べてないわけではないんです。その、セブンイレブンで買ってた、手羽中おつまみみたいなの食ってたんですよ。はい。でも、それだけじゃ足りないですし、皆さんからギフトもいただいておりますので、で、何か、美味しいものが食べたいんです。美味しいものが食べたくて、肉、魚、野菜、俺、どれが食べたいかなと思ったんです。魚だなと思って、磯丸水産行こうかなと思います。腹減った。もうあと、もう風呂は入ったんで、もうあとほんと飯食って寝るだけです。編集もね、なんとか終わって、いや本当にもうカツカツでしたよ。本当に俺よう終われたと思うよ。今日よくやれたよ、褒めて。ちなみに今から歩いていくんですけど、お前歩けるのって思った人もいると思います。12時間歩いてめちゃめちゃ足痛そうにして、お前ちょっと休んだくらいでそんな歩けるんか思うじゃないですか。なんと歩けるんですよ。だいたい100キロ歩いた時は1日休まないと歩けなかったんですけど、12時間歩いたら1回寝れば全然
あの自由に歩けますね。むしろ違和感もない、普通に全回復してるぐらいのテンションです。だからまあ皆さんもね、あのよく12時間あの山手線一周とかね40キロぐらい歩くことよくあると思いますんで、まあこれぜひ参考にしてください。磯丸水産着いた。とりあえず24時間とか書いてあるけど24時間ではないんですよね。どんな5時、あー OK だね。いやエビ食いてー、エビだな、エビ、エビなんかある、エビ、あでももう、あーいやこんなのもいいかもしれんな。まあいいや、とりあえず入って決めよう。さあ何にしようかな、眠い。とりあえずみんなからギフトはいただいてるので、もう本当に好き勝手食べて、ちゃんと皆さんのいただいたものはこうやって美味しく食べましたよっていうのを言っていきたいと思います。アワビ食べていいですか。食べたことないですよ。あーいや、普通でいいや。カニクリームコロッケ、赤エビの串焼き、マグロ二色丼、リンゴジュース。はい、お待たせしました。いただきます。お待たせいたしました。こちらはですね、なんかじゃあ火つけますね、少々。はい、これまだ生きてんじゃん、すごっ。これ焼きます。でも2本いとっか。よいしょ。はい、ありがとうございます。いやー、うまそう。マグロだね、やっぱり。磯丸水産のマグロってめっちゃうまいよね。ちゃんとしたマグロって感じだった。疲れてるからさ、わさび多くのしてもあんまり感じないと思うんだよね。これぐらいでちょうどよくないですか。うん、いいっすね。ちょっと一本いこう、これだけ食べたい。こっちは奥のやつはしっかり焼く。うまい。よっしゃ、来た。あ、これはうまい。うん、これか、これがアワビのうまさか。絶対に頼むカニクリームコロッケ、これもね、ガブリといきたい。もう一気に焼くわ。もうサクッと食って今日は帰る。もう一個頼んじゃった。磯辺揚げ。ちくわ大好きなんだよ。愛知県豊橋市っていうところ出身なんですけど、名産ちくわなんですよ。ちくわはね、嫌というほど食べてきましたから。うまい、好き、いただきます。貝のやつかけてもうまいよな、多分。こっちの方がうまい。全部かけます。ごちそうさまでした。うまかった、いろいろ。だってマグロ丼食って、エビ5本食って、アワビ食って、ハニクリームコロッケ食ってのちくわの磯辺揚げでしょ。いやもう最高じゃん。高かったけどね、4100円でした。まあでもまあ皆さんがね、僕にギフトをくださったおかげでこういうことができておりますので、あのそこはね、幸せをあのいただいた分はかみしめさせていただこうかなと思います。その責任としてきちんとこのように動画を残したいなと思います。ちょっとデザートだけ食べていいですか。買ってきました、スフレプリンです。2021年ぐらいだっけ、これなんかベストバイスイーツ賞に選ばれたの。めちゃめちゃ好きなんだよね。で、好きなんだけども、ちょっとごめんって言いたいのは、もう今1時半なわけだよね。で、帰ってすぐ寝たいわけよ。でもね、動画回してたらね、もうまた遅れちゃうから、これちょっと個人的に楽しませていただきたいなと思います。すいませんね、あの配信からこの動画に飛んできた人は
まだこいつ歩いてるよって、今もまだ歩いてんのかよって、歩きながらどんだけ喋るなこいつって思ってるかもしれないですけど、もうちょっと喋れませんさすがに。のでこれちらは個人的にゆっくり楽しみたいと思います。ということでありがとうございました。